髪の毛巻きました。こんばんは。今日はね、朝からっていうか、まあ、結構割と早めに早めにお仕事始まって、夕方ぐらいまでずっと、そう、お仕事でご飯食べれる時間がなかったので、みんなお腹空いてて、そう、ゴキちゃん会いましたよ今日。お腹空いててね、頑張りました。画質こんな良かったっけ。端末が今違うっていうかね、そう、あといつも画質変えれるんですよこれ。そう、たまに標準画質落としてる時もある。重くなっちゃうから、画質を重たくし、ちょっと重たくっていうか粗めにしちゃう時あります。こちらの状況で。でも今日は高画質にしております。あ、コロナワクチン、痛いですよね。来週新型 iPhone 発表だね。あ、そうなんだ、知らなかった。来週なの？来週 iPhone 新作？新 iPhone、発熱疲労感でしんどい。うわぁ、マジで2日目発表日14。え、マジでやばいじゃん iPhone。新タイプ見て面白かった。次週もかな、あるのでお楽しみにしててください。まだ火曜日だよね。うん、メイクかわいい。本当？メイクした自分で今日。火曜日つらい。ドラマやるけど見れないな、リアルタイムじゃ。 iPhone13 何色でんだろうな。もらってメルカリでは送るがなそこまでちょっとずる賢いのは持ってないですね弟くんは。iPhone7 アイドルになる前から使ってたの。え、そうだね、高校生、アイドルになる高3、高1とかから使ってたんじゃないかな。うん、だから長いね、そう考えると iPhone7。 そりゃ無理だよな、バッテリーもすぐ切れるしさ。高校生が使ってるからそりゃね、え、高1から使ってるので2017年16年とかの写真があります。はい、なので多分もうやばいな、さすがに無理だよね。
会社の iPhone は7で。そうなんだ。804、2回目。あ、今使ってる iPhone はもう違うんですけど、10だけど、iPhone7 もずっと持ってます。使ってるんよね。もう少し待とうか。え、 5G ってまだらしいね。全然、うん、全然まだらしいです。全然まだまだみたいな。104日です。いや、あ、でもあんまりわかんない違いは、うん、山手線エリアが、あ、そうなんだ。ウィルコムってまだ、ウィルコム知ってますよ伝わるよ、ウィルコムで。まだウィルコム小学生の頃ウィルコムの子いたもん、友達に。うん、いたいた、伝わりますよギリ。ウィルコムってあんのかな。ないんじゃない。いや、わかんない。ないんじゃないのかな。あんのかな。ちょっと最近聞かなくなっちゃってる。ソフトバンク吸収されてるじゃん。あ、そうなんだ。ボーダーフォン、わかんないな。ボーダーフォン？なんだボーダーフォン？2014年まで存在したって。じゃあもうないんだね。なんか響きっていうか、そのワードに懐かしさを感じました小学生ぐらいの時はね、なんか結構いたんだよね。私はでも小学生ぐらいの時ドコモだったかも。で、中学からはソフトバンクで、ずっとソフトバンクだったかな。うん。
でキャリア変えたの、なんでだったかな、なんかお得なプランみたいな、乗り換えでなんかお得みたいな感じだったからかな、乗り換え他の他社から乗り換えるとなんちゃらみたいなやつで引かれて変えたかだったかな、プランとかで。長っちさんありがとうございます。電話のボタンしかない系で分かんない、分かんない、どうだろう、どうなんだろう、ママどこも扱うアンドロイドで我慢して、あそうなんだ、ウェルコムは e モバイルになって今は y モバイル、おお e モバイルからのY モバイル、あ今 Y モバイル、うわすごい時代の流れを感じる。そっかなるほどね。今週知ってくれないわ、うん、うんうん、なんかまた背中を押していただいただけた。こんばんは。みんなお疲れ。今日も一日。火曜日が終わります。今日も。火曜日の夜です。こんばんは。夜ご飯みんな何食べた？みんな夜ご飯何食べたかな？疲れたよ、私も疲れたよ、うん、眠いよ、眠いけどやばい、七色が近いので練習しないといけないから、枝豆カレーのいいね、焼きそばタルタルチキン焼きそば、お焼きそば焼きそば、おーおお、焼きそば多いですね。お魚さ、冷やし中華、あ、チャーハン串カツ。唐揚げとゴーヤ？ゴーヤーって伸ばすの？ゴーヤーって。ゴーヤーじゃなくてゴーヤーっていうの？カツオ安いんだ。うん。この配信終わったね、超早いね、長いよ割と配信まだの方もいるよね、これからの子供もいるよね。サバの塩焼き、あ和食いいね。今日髪型は巻いてるんだよね。巻き髪、お仕事で。ミルファーナ、ちょっとまあ落ちちゃったんだけども。女の子っぽい髪型にしてもらいました。サンマやばいらしいです。サンマもう高いんだって。食べないかもな、食べたい、でも食べたい、お風呂入って寝るだけです。うん、ご飯食べてお風呂入って寝るだけです。結構あるな、やること
だいぶあるじゃん。こんばんは。ああ、なんか一息つける感じだ。ずんだシェイク飲んだ方いる？あ、ずんだシェイクじゃないな、ずんだラテか、ずんだラテ。あとは寝るだけの時間。それはもう寝るだけだね。ずんだラテ、ずんだ餅が食べたい。餅が食べらん。え、ローソンのずんだらて、今日ローソン行ったけどみんな忘れちゃった。気になってる、それ飲めてない。ローソンらしいです。もう私は飲まないとは思うけど、みんなの感想気になるんだよね。みんな早いからさ、いつも。3軒回ったけど、新発売、新商品だからやっぱ人気なんだな。東北フェアみたいな感じで売ってるみたいです。うーん、ローソンがコンビニ一番遠い。あるよね、家から遠いコンビニとか。こんばんは、こんばんは。ラテ苦手みん、ラテ苦手、どこら辺が苦手？コーヒーのラテ系はあんまりあれだな、私もあれだけど、ずんだラテは甘いみたいよ。帰宅お疲れ、お疲れ。一番近いのにセブンなんで、セブンばかり行って、あーわかる、一番近いコンビニばかり行っちゃうよね。セブンってなんかいろんなとこ悪くない？まあでも地域によるのかな、それも地域とかその場所によるっちゃやるけど、会えてないで来ました。バレたらやばい感じか。家の Wi-Fi まだあるけど、そうなんだ。ボスの抹茶で飲んでる、いいね。ほうじ茶ラテ一口飲んで残るよ。ほうじ茶ラテな、どこのスタバのやつはもう最強よ。私スタバのほうじ茶ラテが本当に大好きで、もうあれほうじ茶ラテ、スタバのほうじ茶ラテと結婚したい。本当にマジで、本当にスタバそれだけでもいい。スタバ本当にそんぐらい好きで、そのスタバの好きっていうほど飲めてないけどさ、でもスタバに行ったら絶対それほうじ茶ラテがいいの。家の周りセブンばかりしかなくて辛い。逆にね、うちの近くはセブン多い。おー
が背も多いイメージ。え、どうだかな、そうなのかな、結構だけど。スタバ美味しいけど高いのが難点。そうなんですよ、スタバ高い、お高いよね。だからあえてもそんなに飲めないけど、うん、好きなんだよね本当に。いや、みんな飲んでほしいよね。いや、フラペチーノ、スタバのフラペチーノはまあ美味しい、本当に。もちろんね。セブンまで片道10分以上。そこまでして行くかと言われたあれだね。本当に食べたいものがあったら行くかもだけど、10分は長いな。スタバのホイップをこよなく愛しています。美味しいよね、スタバ。お前オートチャージしてるから、無限にチャージしてる。え、怖いなそれ。地方で、ほうじ茶ラテ飲んでいます。なんか甘いの苦手な人はちょっとあれかもしれないんだけど、甘いの苦手だよって人はほうじ茶ラテの、シロップ少なめでオーダーしてみてください。甘いの好きな人はまあ普通に頼んで、もしくは蜂蜜入れたりシロップ増量したり、まあシロップ増量するとまあ甘いので、もう激甘党の人にはおすすめです。セブンもスタバも歩いて5分くらいのところにはいいな。ヒマロンのチロルチョコ美味しそうすぎ、あ、美味しそうすぎ、美味しそう、美味しそう、名前で美味しそうじゃん。まあ、福岡県は愛知県と同じくらいあるみたいだが、人口考えるとね、へえ。なんかセブンのパンプキンラテみたいなの出てるけど、美味しそうだけどどうなんだろう。あ、出てるっけ、パンプキン、スパイシー、え、待って、スパイパンプキンスパイスラテ、パンプキンスパイスラテ、スパイスっていうのが、クリーミーで甘みのあるパンプキンにナツメグなどのスパイスフレーバーをアクセントにした一杯でって書いてあるんだね。ナツメグってさ、カレーとかにあるんじゃないの、入ってるやつじゃないの、ナツメグ。美味しいのか、夏目が臭み消しを、あ、そうなの、夏目具だってさ、甘ければいいけどな。いやー、でも冒険するよりほうじ茶を選んでしまうんだよ私は。冒険できない女なんだ。なんやかんやほうじ茶を選んでしまうんだ私は、一途なんで。ほうじ茶単押しで生かしていただきます。
まあまあでもフラペチーノもたまに行っちゃいますけど、本命はオージャラテだから、うん。そんなに飲むの分かる、分かるっしょ。安定重視しちゃう、そう、安定重視、結婚は分かんない安定重視しちゃうっていうか分からんけど、安定が大事、多分大学でいいや、その言葉を待っていた。肉料理によく使うから、もうじゃあスパイスなんだね、やっぱり隠し味のスパイスです。甘いのか気になるんです。あーマジか、全然かぼちゃの味はあんまりしないんだけど美味しさは普通、チャイみたいって書いてある。チャイきついな。パンプキンスパイスラテ、さすがスパイス、カレー飲んでるみたい。カレー飲んでるみたい、カレー飲んでるみたいはちょっと惹かれないな。それはもう私はもうほうじ茶ラテよ、それだったら。ナツメグって聞いたことあるけど、料理自炊で使ったことないです。カレーは飲み物、いやちょっとスタバにカレーさは求めてないですね。はい、私ご飯が美味しくなる、いやそんなそこまでフードじゃないと思うけど、うん、ちょっとカレーのスパイスさを感じたらしいよ、ツイッターでレビューみたいなしてる方。カレーの飲み物って店ある、おお美味しそう惹かれるね、なんか。なんだっけな、ほうじ茶ラテがいいよ。スタバはほうじ茶ラテが一番、もうスタバずっとあってほしいもん、あの定番であってほしい。逆に興味出てきたような思うかな。ちょっと挑戦者、冒険しある方ちょっと飲んでみて。カレーさを感じるのか、本当に。カレーさ感じないでしょ別にって思うけど、どうなんだ。なんかでもチャイっぽいらしい、チャイ私一口ひじりにもらったことあるけど苦手でしたね。カレーの飲み物って、おお、あるんだね。この配信で報告します。あ、お願いします。うん、甘辛いってわけじゃないと思うけど、なんだろう、と甘いのか分からん、チャイの甘さだと思う。あ、でもチャイ苦手民です。チャイ苦手、チャイティーだって好きだから自分いけるかも。いや、いける、それはもういけるかもね。うん、チャイ好きな方はおすすめだと思います。みんなの感想によると、ツイッターで感想を見るとね、暑い地域に行けるからヒジリ好きなのが、そうなの。ヒジリでも暑いの苦手だよそういうことじゃない。
すい地域、そうなんだ。ドリンク付きだとチャイじゃなくてラッシー、ラッシーカレー屋さんのラッシー美味しいよね。美味しいよねって言って1回ぐらいしか飲んだことないけど、ラッシーはマンゴーラッシー飲んだことあります。カレー屋さん、カレーっていうかカレー料理屋さん、そう、地元でね、地元のなんかカレー屋さんになんかその友達が連れてってくれて、そう、初めてなんかカレー屋さん、お店でインドカレーみたいなの食べたのよ、初めて。インドカレーっていうかマジのなんかその海外の方が、あの店長のカレー屋さんに行ったわけですよ。チーズナンが、そこのチーズナンがもう絶品みたいな、そう感じで、もう大人気で、そのお友達が連れてってくれたんですよ。もう結構前だけど、そう、何年か前に。でその時初めて行って、初めてチーズナンを食べたのよ。もう美味しすぎて、もうね本当にね最高でしたね、チーズナン。もうそれからずっとあれ、チーズナン、チーズナンってチーズナン食べたいよってなってたけど、もうだから2年前ぐらいに食べて、すっからチーズナンまだ食べれてないんですよ。リピできてないので。そう、食べたくてさ。ワクチン後ってカレーなら副反応出ないですか？出ないんじゃないのかな、分からんな。バターチーズナン、私はハニーチーズナン、ハニーっていうかチーズと蜂蜜が合う。カメさん、体液ありがとうございます。チーズナンは一度食べてもう一生食べなくていいと思う。え？だよそれは。嘘だ。苦手だった？チーズナンはさ、チーズ好きな人からすると最高なんだけどな。なんてもちもちしてるし、チーズ入ってるし、はじめつかかって、もう好き、有名なカレーチェーンってあるよ。福岡の美味しいチーズナンのお店教えてください。誰か、どこがいいんだろう。福岡で食べたいな、チーズナン、いつか。たまちゃんさん、たい焼きありがとうございます。お店によるんですよね。でも そうやさお店によって全然多分何の硬さとかチーズの入り具合とか全然違うと思うんだけど、結構なんか人気のところあるんですかね。どこがいいんだろう。アバシのチーズナン、アバシ。あ、本当だ。アバシのチーズナン。アバシどこなんだ。気になるね。
チーズだね、食べたいです。覚えときますね、じゃあ。亀さん、ありがとう。さゆりアイス10個ありがとう。チーズ好きな人、チーズ嫌いな人いますか？いると思うけど。いると思うけどさ、チーズ嫌いな人はちょっと絶対に克服してほしい。チーズ好き、チーズ好きです。ヨーロッパのチーズ強烈。あ、そうなの。どうしようね。チーズチーズ嫌いな人はちょっと圧をかけるえ、チーズはさ、チーズはさ、ミラン、インド料理屋さん。美味しそう。あ、チーズナン食べたくなってきた。チーズもいろいろあるからな。いや、そうなんですよ。チーズも本当に、ブルガリアチーズだっけ、そういう系ちょっとそういう系はあれですけど、普通にとろけるチーズとか、モッツァレラチーズとか、チェダーチーズとか、クリームチーズとか、そういうの好きな人は仲間ハンガー大砲だ。うわ、マジで。サッチ、サッチ、なん食べ放題とか言ってさ、なんかそんな食べなそうな気がしちゃうんだけど、なんか、モッツァレラとトマトソースのパスタだし、食べたことない。クセ強い系はちょっと、まあまあ、うん、まあそれは仕方ない。私もですね、カレーチーズも好き。いやー、合うのよ 100%。 それは合うやつだよ。カマンベールチーズ美味しいな。
ッツァレラチーズじゃないかな。モッツァレラチーズも好きです。いや何枚食べれるかな。でも私友達と行った時は4枚あって、4枚中2枚でお腹いっぱいになっちゃってなんでかな、なんだったのかな。いや大きくてな、大きい、そう大きいよね、基本サイズ大きいし、なんかそこのお店がなんかすごいチーズいっぱい入ってて、4枚中2枚ぐらいしか食べれなくて友達に食べてもらいました残りを。だから食べ放題とか言ったらダメだ全然ダメだ、歯が立ちません。さつまいもとチーズは合うと思うよ。1枚大きいよね。4枚っていうか1枚を4分割してあって、それの2枚は食べれたんですけど、 2等分のうちの2個は食べれて、でもちょっと重いんだよね。そう重い、一切れ一切れが結構ずっしりしてるタイプのなんで、美味しかったのでもまたそこ行きたいな。熱いうちに食べないとちまち美味しい。いやーチーズの、チーズはもうあったかいのに限るよ。なんでもチーズ系はね、チーズナンはちょっと重いよね。まあそうしない司会で芋けんぴです。芋けんぴか、芋けんぴはなんか天神駅、天神の地下街、天神駅の地下街に芋けんぴの専門店ありますけど食べたことがない。美味しそうだなと思う。私芋けんぴ好きです。好きだよ、あんな美味しいじゃん。あんな甘くてさ美味しくないはずがないのよ。もや金次郎でしょ、わかんない、そうなのかな。いや買ったことないんだよね、いっつも気になるの天神地下街とかあそこの前とか通るといっつも気になっちゃうのよね。でも買ったことない。ひょうたん寿司美味しそうですよね、人気だよね。芋けんぴ食べ出すと止まらなくなる。そうだからね、怖いのよ。そう要注意お菓子だよ芋けんぴと牛乳の相性最高。したことないな、美味しいんだ。いやでも合うか、うん美味しそう芋けんぴ。いやなんかそのあ受験期かな、これも中学の高校受験の、受験シーズンの時になんかその多分知り合いの方からいただいたやつかな、お母さんがいただいたなんかその芋けんぴだったかな、がなんかその缶の箱にめっちゃ真四角の缶の箱、めっちゃでかい缶の入れ物に入ってて芋けんぴが、なんかちょっと多分お高い、普通の安いやつじゃない、お高い系の芋けんぴいっぱい入ってるやつが家にあって、そうなんか受験勉強中に、あやばい糖分補給しないと、糖分補給しないとね勉強は頭動かないしねみたいな言い訳して、すごい
ボリボリ食べちゃってて、そうずーっと永遠に止まりませんでした。だから怖いんだよね、芋けんぴ怖い。芋けんぴずっといけると思う。でもちょっと最終的に顎疲れるかもね、硬いから。糖分の別荘早い。なんかさ、でも勉強中はさ、あもう糖分ないとっていうさ、わかる、仕方なくない？言い訳だけどさ、絶対にさ、そう勉強頑張ってんだからいいじゃんとか、仕事とかお仕事とかも、まあ糖分補給しなきゃとかあるでしょ多分みんな。私もなんか覚えるとき、振りとか覚えるときに、あー頭働かないとかそう、ただ単にやる気スイッチがオフなだけなのに、あーちょっと糖分足りないなとか言って、なんか甘いもの食べちゃったり、そうしちゃうんですよ。なんか頭働かすっていう理由付けのためにね、都合よくね、一口サイズ系怖いですね。受験休みなんだから、受験シーズン休みじゃない、受験勉強シーズン、マジで家にずっといるから、なんか食べ物ばっかり探しちゃってた。なんかもう現実逃避したくて、そう現実逃避したすぎて、なんか食べ物を、お家にある食べ物を食べちゃうっていう。本当にね、だから中3の受験休みの時は、あ受験シーズンの時は太ってました多分ちょっと体重とか測りたくなくて測ってなかったのでわかんないけど、明らかに太ってたね。糖分補給してもやる気のスイッチが入るとは限らない。その通りなんですよ。その通りその通り。そう食べたからといってスイッチが入るかって言われたら、睡眠スイッチが入っちゃってもうさダメだよね。だから空腹の状態の方が意外と人って頑張れたりする気がするんだよね。なんか空腹っていうか、なんかその血糖値がその、こうご飯甘いもの食べたりご飯食べたりしたらさ、お腹いっぱいになってさ、血糖値上がってさ眠くなるじゃないですか。そう眠くなっちゃうの、もう意味ないのよ。だけどなんかそのもう本当に勉強とかでも仕事、みんなもそうだと思うけど、やらないといけないことなんかさ、ちょっと一旦離れたいなみたいな時あるじゃん。その一旦もうちょっとやりたくないとかね、現実逃避したくなるじゃん。そうでもだから受験生はそれでその癒しの行動が食べることとかが多いと思うんですよね。まあ女子男子の皆さんはちょっとわからないけど、私の友達はみんなそうでした。だからみんなもうそう、みんなね、あの受験シーズンはみんなちょっと、あ、一回り二回り
大きくなったかなみたいな感じでみんなそうだ安心安心っていうかまあそうだよね食べるよねみたいな感じでしたね。アイディアは私の間がエルシアさん諦めてとマウント取られました。どうすんの、そこで諦めんの。めんどくさい展開、めんどくさい系女子、そこで諦めちゃうの。眠い時は寝た方がいいよね、本当にな、本当にね。もうその全然勉強進んでないのに昼寝ばっかりしちゃってましたね私、受験の時は。うん、本当にいや頑張っ自分では頑張ってるんだとか思ってたけど多分あんま頑張ってなかったと。もう志望校落ちてない、落ちなかったからね。奇跡的に受かったんで、うん、まあ運が良かったとしか言いようがない。ドラゴン桜で徹夜はするなって言ってた。え、マジで？夜食美味しい。あ、私徹夜、受験勉強の時徹夜してないんです全然。うん、なんかでもほんとさ夜食とかなかったかも。なんかそのいや早く寝なみたいな、あの早く寝なみたいな家庭だったので、家庭家だったので、あのみんな早寝なのよ私のお家。お母さんとかいやみんなさ10時半くらいにはもう寝てるのねいつも。そうだから私なんかそのまあちょっと高校生になったら結構その勉強テスト勉強とかでもう夜中まで起きてたことは全然あるんだけど、みんな早いから寝るのが、そうアイルも眠くなっちゃうのよ。もうじゃあアイルも早く寝ちゃおうみたいになっちゃうから、そう中学の時は徹夜とか全然しなかったね。受験勉強の期間も徹夜とか全然してなかったので、なんかいや受験勉強頑張ったよとかその時は思ってたのね。でも今振り返るとなんか全然頑張ってる人に比べたら全然でしたね。もう早寝早起き朝早く勉強してたわけでもないし。どういう生活送ってたんだかな私中学の受験シーズン思い出せない。